席の方はしっかり詰めてお座りいただきますようお願いします。今日多くの方が来られることがありがとうございます。それにも多くの方に座っていただきますよう、皆様のご配慮をお願いいたします。ご復活おめでとうございます。復活の手術の歌を取り行います。お立ちください。中央通路をお願い。入隊の歌Thank you.
と聖霊の皆によって、平和が皆さんと共に。皆さん、主の復活おめでとうございます。 Dear friends, Happy Easter today。 主の復活は私たちの生きる希望の源です。私たちが死んでもその後に私たちの命の完成の時があることを、神様はイエス様の復活によって表してくださいました。この大きな喜びをこのミサの中で神に感謝し、そして私たちがこの喜びを他の人にも伝えるものとなることができるように一緒に祈ってまいりましょう。それでは皆さん、私たちを招き、大きな喜びを与えてくださる神に感謝しながら心の準備をいたしましょう。全能の神と
れぞれ皆さん、それぞれの願いを込めて神に祈りましょう。全能の神よ、あなたは今日お一人ごとによって死を打ち砕き、永遠の命の門を開いてくださいました。主イエスの復活を記念し、この神事に預かる私たちをあなたの霊によって新たにし、永遠の命に復活させてください。聖霊の交わりの中で、あなたと共に代々木に行き、批判しておられる王国を、私たちの主イエス・キリストによって、お座りください。その日、ペトロは口を開き、こう言った。あなた方はこのことをご存じでしょう。ヨハネは洗礼を述べ伝えた後に、ガリラヤから始まってユダヤ全土に起きた出来事です。つまり、ナザレのイエスのことです。神は聖霊の力によってこの方を油注がれたものとなされました。イエスは方々を巡り歩いて人々を助け、悪魔に苦しめられている人たちを全て癒されたのですが、それは神がご一緒だったからです。私たちはイエスがユダヤ人の住む地方、特にエルサレムでなさったことの全ての証人です。人々はイエスを木にかけて殺してしまいましたが、神はこのイエスを3日目に復活させ、人々の前に表してくださいました。しかしそれは神全体に対してではなく、前もって神に選ばれた証人、つまりイエスが死者の中から復活した後、ご一緒に食事をした私たちに対してです。そしてイエスはご自分が生きているものと死んだものとの審判者として神から定められたものであることを民に述べ伝え、力強く明かしするようにと私たちにお命じになりました。また預言者も皆イエスについて、この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると明かししています。神の御言葉。
皆さん、わずかなパンダネが練り子全体を膨らませることを知らないですか。いつもは正しい練り子のままでやれるように古いパンダネをきれいに整えなさい。ジェイミー、あなた方はパンダネの入っていないものなのです。キリストが私たちの振り越しの子羊として贈られたのです。だから古いパンダネや悪意の邪悪のパンダネを用いないで、パンダネの入っていない純粋で真実のパンダネ振り越し祭を祝おうではありませんか。神の言葉。Thank you.
は皆さんと共に。週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちにマグダラのマリアは墓に行った。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。そこでシモン・ペトロのところへ、またイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ走って行って彼らに告げた。主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか私たちには分かりません。そこでペトロとそのもう一人の弟子は外に出て墓へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子の方がペトロより早く走って先に墓に着いた。身をかがめて中を覗くと雨物が置いてあった。しかし彼は中には入らなかった。続いてシモン・ペトロも着いた。彼は墓に入り、雨物が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた覆いは雨物と同じところには置いてなく、離れたところに丸めてあった。それから先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて見て信じた。イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を二人はまだ理解していなかったのである。キリストに賛美。第一の部分に書かれたように、この
力強く明かしするようにと取り入れられてですね、全ての人々に町が力強く強く明かしするのは、イエス様この十字架はこんな上に亡くなったイエス様が復活しましたという、そしてイエス様復活されたら私たちも復活すると、コリントの手紙の中で言われたように、そのイエス様を復活したから私たちも復活する、イエス様がマリア様から生まれ私たちの全く人間のようになって、そして十字架の上に死にましたけれども復活されましたと、その十字架の悲しみその苦しみに乗り越えて新しい命を得たということですね。私たちもそうです。私たちも弟子たちのようにいつも一体何のためこの人生の中で苦しみなければならないとか、一体後にどう何になるんだというような、このお互いを持ちながらいろいろのこんな人物が出るだと思います。まあ、私たちにもこのイエス様がその大事な仕事をこの残してくださった、私たちも派遣されているものとして、まあ、イエス様の復活を述べ伝えるだけではなくて、私たちのこの事業の苦しみなどは無駄ではないということです。十字架は無駄ではなかったのです。十字架を通してイエス様が復活していた、私たちもこの地上でのいろいろ苦しみ迷い、そして非常に耐えなければならないこともたくさんありますけれども、それを通して新しい命に入るイエス様のように復活していくということです。まあ、このようにこの復活の喜びはそういうことです。全部終わったではない、新しい始まりです。そして素晴らしいこの未来があると、私たちは神と共に永遠に生きるというこの目標に向かってこの地上この生活を送っているということです。まあ、このようにこのイエス様のメッセージを受け止めて今日のミサに参加し、そして間もなく洗礼が行われるんですが、私たちが洗礼を受けてその使命を受けています。イエス様復活しました。そのイエス様が私たちのために永遠の命を準備してくださった、私たちもこの世の中でいろいろ苦しみもあるんですけれども、それで終わるではなく新しい始まりがあるんです。その後に、まあ、このように私たちの信仰を新たにして今日のミサを祈りましょう。Thank you.
全てのお中心に、この皆さん、神は洗礼の地によって、この子供に新しい命を与えてくださいます。あなた方は、その命が成長するように、教会の信仰の中で子供を育てていく決心をしておられます。あなた方自身が受けた洗礼を思い起こし、罪を捨てる決意とキリストに従う信仰を表明してください。その父、全能の神は、あなた方を罪から解放し、水と聖霊によって新しい命を与えてくださいました。神のために加えられたあなた方は、神の自身から救いの交流を注がれて、大祭司、預言者、王であるキリストに結ばれ、その使命に生きるものとされました。白い衣を受けなさい。あなた方は新しい人となり、キリストを着るものとなりました。神の国の完成に、完成を待ち望みながら、キリストに従ったようになさい。
第五の皆さん、キリストの光から灯したこのろうそくを洗礼を受けた人に渡してください。名前は千崎花の電車です。あなたの名前はマリア・アンジェラです。
多くピリントを復活させてくださった神を伝えて祈りましょう。キリストの復活によって新しい命に招かれた私たちに、いつも共におられる主の恵みの力、主の恵みを力強く明かしすることができますように。愛はし、理解し合う心を人々のうちに育ててください。対立を乗り越え、協力する道へと導かれますように。新年度を期待と不安の中で迎える人々を力づけてください。何事にも神の導きを信じて取り組み、成長の糧とすることができますように。上り町教会に集う私たちがキリストのうちに一つとなり、日々の生活の中で自分にできることを進んで捧げることができますように。御言葉によって養われた私たちが、主の振り越しを祝う食卓を通してさらに強められますように。私たちの主イエス・キリストによって。お座りください。敵以下のお回しください。ただいまから奉納が行われます。共に奉納をお受けしましょう。奉納の歌。
しみに近い神よ、復活祭の喜びに満たされて、この供え物を捧げます。御子の杉越の技によって、教会が新たにされ、清められますように、私たちの主イエス・キリストによって、主は皆さんと共に、心を込めて神を仰ぎ、神と感謝を捧げましょう。聖なる父よ、いつでもまた特にこの日、あなたを讃え祝うことは、まことに尊い大切な務めです。私たちの杉越キリストは、世の罪を取り除かれた、まことの生贄の御羊、ご自分の死をもって、私たちの死を打ち開き、復活をもって、私たちに命をお与えになりました。神の意向をあがめ、天皇を敬うすべての天使と共に、私たちもあなたの栄光を終わりなくお目にかかります。カトリック聖歌集271ページ。食事の終わりに同じように杯を
取り、あなたに感謝を重ねて祝福し、弟子に与えて仰せになりました。皆、これを受けて飲みなさい。これは私の血の杯、あなた方と多くの人のために流されて、罪の許しとなる新しい永遠の契約の血である。これを私の記念として行いなさい。また復活の希望を持って眠っていた私たちの兄弟姉妹とすべての死者を心に留め、あなたの手の中に受け入れてください。地上と地のあなたの教会、私たちの教父フランシスコ、私たちの司教アレクシオ白浜、司教団とすべての教育者、あなたのためにのおったすべての人の信仰と愛を強めてください。慈しみ深い父よ、あなたの子がどこにいても、すべてのもとに呼び寄せてください。亡くなった私たちの兄弟、まだ身元に従って生活し、今はこの世を去ったすべての人をあなたの国に受け入れてください。私たちもいつかその国でいつまでも、共にあなたの栄光に預かり、喜びに満たされますように。主キリストを通して、あなたはすべての良いものを世にお与えになります。キリストによって、キリストと共に、キリストのうち、Thank you.
Thank you.
愛の歌。Thank you.
お立ちください。感謝の日に祈りましょう。恵み豊かな神よ、あなたの教会をいつもお守りください。教会は御子キリストの死と復活の神秘によって新たにされ、復活の栄光に達することができますように、私たちの主イエス・キリストによって。アーメン。お座りください。これから彼女の手術が行われます。皆さん、後で風が強いかもしれませんので、半分ずつ上げてください。ただこの祝福をいたしましょう。お立ちください。慈しみと愛にあふれる父である神よ、地の風を打ち砕いて新しい命に復活された主イエスの十字である、この復活の卵を祝福してください。私たちも主イエスの死と復活の命に預かり、信仰の古い殻を打ち砕いて復活の新しい命に生き、信仰と愛を確かなものとしていくことができますように、私たちの主イエスキリストによって。お座りください。続きまして、教区教会中でサンプライズの保証式を行います。10年間ぐらいを感謝された瀬尾俊典さん、丸野俊二さんが祭壇前をお越しください。瀬尾さんと丸野さん、前をお願いいたします。丸野さん、丸ちゃんと書かれています。丸ちゃん、分かりますか？教会認定認定証第36号上り教教会丸本真理殿、あなたは教区なり教会認定においてカトリック広島教区内の全教会を巡礼されました。その熱意、信仰心と努力を称えてここに認定いたします。認定日2017年11月30日カトリック広島教区アレクション平川の認定です。おめでとうございます。一緒にされ
この後の聖堂の前で見つかれるの方は司教様の方から配布していただきますが、高齢者の方、子供たちが優先となりますので、皆様のご協力をお願いいたします。では、お立ちください。主は皆さんと共に、聖堂の神、人、こと、聖霊の祝福が皆さんの上にありますように。感謝の祭で終わります。行きましょう。主の平和のうちに、アレルヤ。平和の歌。